オリジナルテレビアニメーションハイカードピノクルシャーオールドメイド支店新情報発表会さあ皆さんこんばんは。この番組の MC を務めますフリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆道と申します。どうぞよろしくお願いします。さあ本日はですね、生配信でテレビアニメハイカードの、最新情報をお送りしてまいりたいと思います。見逃せない内容がね、本当に盛りだくさんで、今日発表のこともねたくさんありますので、どうぞ最後まで皆さん一緒にお楽しみいただければと思います。それでは早速本日の出演キャストの皆さんにご登場いただきましょう。まずはビジャイ・クマール新役の梅原裕一郎さん。でおかけください。続いてウェンディ佐藤役の白石遥さん。次はレオ・コンスタンティン・ピノクル役の堀江俊さん。おかけください。さあ続いてはクリス・レッド・グレイブ役の増田俊樹さん。最後はフィン・オールドマン役の佐藤源さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあハイカードのキャストの皆様にねご登場いただきました。改めましてお一言ずつ、皆様からね、言葉をいただきたいと思いますけれども、佐藤さんからお願いします。はい、改めましてフィン・オールドマン役の佐藤源です。本日はどうぞよろしくお願いします。次は増田さんお願いします。クリス・レッド・グレーブ役の増田俊樹です。よろしくお願いします。次は堀江さん。レオ・コンスタンティン・ピノクル役の堀江俊です。よろしくお願いします。白石さん。はい、ウェンディ・佐藤役の白石遥です。よろしくお願いします。最後は梅原さん。はい、ビジャイ・クマール新役の梅原裕一郎です。よろしくお願いします。さあキャストの皆様にねご登場いただきまして、皆様が着ているもう衣装に本当に興味津々なんですけれども、そのあたりのお話はね後ほどじっくりとお伺いしてまいりたいと思います。ファンの皆様最後までねどうぞお楽しみなさってください。さて今夜はですね、5人のプレイヤーハイカードの皆さんにお集まりいただきました。テレビアニメハイカードの番組としてはこれ初めての配信になるんですよね、佐藤さん。そうなんですよ、この5人が揃うのが配信で揃うのが初めてなので、今日どんな配信になるのか本当に楽しみにしております。ね、そしてまたこのアニメに関するいろんな情報も増田さん今日のねこの配信で明らかにされてくることもありますからね。いや初出し情報めっちゃあるんですよ言いたいこともいっぱいある中で、それでも厳選されてるので、いや今日だけでもなんか全部出し尽くせないなっていうねちょっと悲しみはありますが、はい、でも今のうちに準備は、心の準備だけはしてほしいですねそうですね、皆さんもね新しい情報どん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 出てきますん で今日の番組でご紹介できなかったことも今後ねまたいろんなね特番とか、公式のねホームページなどでも情報をね公開していきますので、どうぞね今日の時間プラスアルファ引き続き作品を楽しんでいただければと思っております。さあそしてですね、ここからはキャストの皆さんとこのテレビアニメハイカード、一体どんな作品なのかをご紹介してまいりたいと思います。キャストの皆様にねいろいろとお話をお伺いする前に、まずはこちらの映像をご覧いただきましょう。どうぞ。
すでに公開をされているティザー PV を、ね、ご覧いただきましたけれども、佐藤さん、やっぱりこの PV を見ていけば、何回も何回も見るたびにやっぱどんどんアニメ化への期待って高まりますよね。そうですね、やっぱりもうすごいスタイリッシュな5人の映像ももちろん素晴らしいんですけども、実際に映像に映った、まあ、あの湖は何だろう、いや気になる、あの街並みは一体何だろう、そして、うん、このハイカードという作品はどんな物語なんだろうっていうのは、やっぱり期待感がもうゾワゾワとする素晴らしい PV になってますね。ね、堀井さん、はい、重要なワードも今短い中にもあったりして、そのトランプと異能力と、あとバトラクションということもありましたよね。なんかもうあのワードだけでも本当ワクワク感がさらに増してきますね。そうですね、かつそのワクワクを刺激する音楽も相まって、なんか今すごい映画の予告見た後みたいな、もうそんな気持ちにもなるくらい、はい、迫力伝わってきましたね。え、やっぱ気になるところはやっぱりこの3つのロゴもね、僕も一ファンとして今めちゃめちゃ見ちゃいましたけど、あの3つのロゴが出た時にピノクル社と、もうすでに出てるそのフーズフー写真工の、ね、メーカーと、そしてあのマフィア組織っていう、この構図が梅原さんどういう風になっていくかっていうところも、今のだけでもやっぱワクワクさせますよね。そうですね、まあ、最初は本当に情報がまだない状態なので、これからなんですけど、きっとその辺の三すくみ状態といいますか、はい、そこが発展していく様が結構面白いお話だと思ってます、ね、分からないがゆえに、この短いティザー PV でも興奮するファンの方ね、配信を見てくださっている方たくさんね、今書き込んでくださっていると思うんですけれども、改めましてこのね、ストーリーなどについても皆さんと共に振り返ってまいりたいと思います。このテレビアニメハイカードの魅力を、まずはですね、改めてストーリーを佐藤さんにご紹介していただいてもよろしいですか。はい、わかりました。それではストーリーを紹介させていただきます。ストリートを根城のままに、ストリートを根城に気ままに暮らしていたフィンは、恩のある孤児院が資金難で閉鎖の危機に陥っていることを知り、一攫千金を狙ってカジノへ乗り出す。しかしそこで待っていたのは、月を欲しいままにする男が持ったカードをめぐって繰り広げられる銃撃戦にカーチェイス、悪夢のような修羅騒ぎだった。やがてフィンは知ることとなる。世界の秩序を守るも、混乱に陥れぬも、意のまま選ばれし人知を超えた能力、異能力を与える52枚のエクスプレイングカードの存在を、そして幼い頃から肌身離さず大切にしていた相棒に秘められた力を、老舗の自動車メーカーピノクルに勤務する表の顔を持ちながら、真にはポーランド国王じかじかに王国中に資産してしまったといわれるカードを回収する任務を命じられたプレイヤー集団ハイカード、その第5のメンバーとしてスカウトされたフィンは、生かした仲間たちと共に危険なミッションに当たる。必要なのはマナーと気品、そして命を張れる覚悟、それだけです。対するは悪名高きマフィア、クロンダイクファミリーと、ピノクルを打ち負かすことに執念を燃やすライバルメーカーのフーズフー。大義、欲望、復讐を抱き、カードに魅せられたプレイヤーたちが全てをかける強奪争奪戦が今幕を開ける。ありがとうございました。いや、もっと聞いていたい、その先どうなるのっていう ね、 そうですね、一番としてはありましたけれども、はい、まあ、52枚のエクスプレイングカードを手にした者はプレイヤーとして、異能力を授かるということで、プレイヤー同士のバトルというのもこの作品の魅力の一つになっているんです。で、皆さんが演じるキャラクターもそれぞれ異能力を持っているということなんですよね、佐藤さん。あ、そうなんです、今この手元にあります、はい、このカード、はい、今僕の持ってるスペードの2というのが打ち抜かれている、はい、ネオニューナンブという能力なんですけども、うんうん、5発の弾丸とニューナンブの銃が出てくるという、うんうん、まあ、それだけの能力ではあるんですけども、他にもいろんなね、自分の体を回復させる能力だったりとか、植物を操る能力だったりとか、うんうん、カードによっていろんな能力がありますね。あ、シェルさん、やっぱりこのカードと異能力、そしてバトルっていうところの魅力、やっぱ面白そうですね。そうなんですよ、めちゃくちゃかっこいいです。もう本当にアニメで
で、もう動いたところを早く見ていただきたいんですよね。それぞれの能力を生かしながら戦っていく、そこも本当に 見どころですし、ちょっとメンディーの能力に関してはまだ言えないというところも、ちょっとこれから皆さんに楽しみにしていただきたいところですね。ではね、気になるそのキャラクターの紹介をね、皆さんにもご協力いただいてしていきたいと思いますけれども、本日ご出演いただいている皆さんはカードを回収するために集められたハイカードと呼ばれるメンバーなんです。では改めまして、お一人ずつそれぞれのキャラクターをご紹介していただきたいと思います。まずは佐藤さん、お願いします。はい、私演じさせていただいておりますフィン・オールドマンはハイカードの新人で17歳です。オールドメイド支店の営業見習いでやんちゃで明るく無鉄砲です、しかし小さい頃からトラブルに慣れており物怖じしない性格なので、そういう誰とに対してもコミュニケーション能力がすごい高いんですね。で、幼い頃に事故で家族を失い孤児院で育ったというちょっと深い経歴がして、視力が異常によく集中力もずば抜けており、時が止まったかのように対象物を見ることができるという、ちょっとね、ものすごい身体能力を持っているんですよ。この辺はぜひですね、ドラマ CD の方なんかを聞いて、フィンの凄さを知っていただきたいなと思うんですけども、エクスプリングカードはネオニューナンブという能力を所持しております。本当にフィンっていろんな背景を持ちながらっていうところがこのキャラクターの魅力なんですね。そうですね、すごくこう、重い過去だったりとかもあったり、個人で育てられたという過去だったりもあったりもするんですけども、それを感じさせない明るさだったりとか陽気さだったりやんちゃさだったり軽さだったりっていうのがすごくフィンの魅力なのかなと思っております。堀さん、フィンのキャラクター見てどうでした？最初このキャラクター。あ、そうですね、なんか第一印象と、始まってアフレコが始まって抱く印象、そんなに実は変わらなくて、結構見た目通りのこうなんだろう、まっすぐ突っ走る活発でやんちゃな、なんだろう、クソガキみたいな。そういうイメージだもんね。結構その僕の役が結構彼のことをなんだろう、バカお前はバカだとか結構いうフィルターで見てしまっているので、結構そういう印象が強くなってるんですけど、でも結構なんか物語をこう動かしていく中心人物な男の子なんじゃないかなと思います。本当にいろんな多面性があって、他のね共演者の皆さんから見るキャラクターの面白さっていうところもね、ちょっと今日はね少しずつ紐解いていきたいと思いますけれども、さあ続いて増田さん演じるクリスのご紹介お願いしてよろしいですか？はい、こちらです。はい、書いてある通り男前です。以上です。だから書いてあるでしょ、男前って。そう書いてるでしょ。今日初めて見た人への配慮をしなさいよ、あなたは。だって書いてあるじゃん、男前って。そこばっかりだ。嘘。フィンにはどう見えてるの？いやフィンにはどう見えてるって、男前というか、いい先輩であり、良き上司であり、もっと褒めて。どれを何とかしてよこの人。何を見せられてるの？レオ振られてるよ。店長、店長。僕今レオって言われてたよ。そうですね、でも男前ですし。いや、これ堀江さんないの？僕この二人は本当に、もうひとまとめで、なんだろう、もうおバカ二人組みたいな印象が。ひとまとめにするな。これ単体でもバカだし、二人いてもバカなんで。何言ってんの？男前とバカでしょ。男前とバカじゃなくて、バカとバカって言われてるんですよ今。おかしいでしょ。おかしいでしょ。その漫才打ち合わせされたんですか？してない。いい流れでしたね。陽気なキャラクターが、ね、多いということなんでしょうけれども、はい、もうそのままです、ね、続いては詳しい紹介はですね、公式のホームページの方にも。ちょっと待ってください。全部完成された。男前以外の情報はそちらもご覧いただければと思っております。嘘ではないんだけど、合わせてご覧になってください、はい、さあ続いて堀江さん演じるレオのご紹介をお願いします。はい、こちらご覧ください。僕が演じるレオ・コンスタンティン・ピノクル君は、ハイガードのリーダーでして、たった14歳の男の子ではあるんですけれども、この5人が働くオールドメイド支店の、店長をやっています。ド S な言動で周囲を困らせる王様気質なんですけれども、年齢らしからぬ許容と、軍略の才能を持つという男の子になっていまして、本当に僕オーディションとかでも、結構すごく高飛車にもっと上から目線でも、もっと嫌われてくださいっていうようなディレクションをこう、いただきながらやっていて、普段あんまりこう口汚く
人を罵ったりする性格じゃないので結構そこは苦心しながら自分で言うやつじゃないよ、まあ、なかなかこれ言ってもらったこと自分で言うやつじゃないか、ね、罵る性格の人というのもなかなかいらっしゃらないかもしれませんけどでも穏やかなんですよね穏やかなので、ね、ちょっとすごい最初もちょっと苦労したんですけれども、でもこの本当特にこのお二人が、はい、もうこっちが突っ込みたくなるような、うん、もうおバカで、はい、バカとバカでいてくださったので、すごいレオとして役作りというか、うん、すごくやりやすい環境を作ってくださりながら、演じることができました。だってしかも14歳でド S ですよね、うん、で割とこのキャラクターの中のバランスっていうのでも白石さんやっぱ面白い立ち位置もありますよね。そうですね、まあ、バカ2人と生意気な方も違うまとめないでください。まとめないで認めよう。バカとバカ、バカとバカなの、やっぱりバカな2人と、ね、ちょっと生意気なガキ、あ、まとめられちゃったよ、まとめられちゃったよバカとバカとガキだよ今。ちょっと気持ちいいっすね。やっぱりそれでもやっぱ社長なの、社長そこのところは私たちの店長ね、店長で私たちをまとめてくれるところはあるかなと思います、うんうん、あ、ただこういう感じなんですけど、実はこう彼にも思うところがあって、まあ、暗い部分を持っていたりもするので、そこはアニメ本編で解き明かされていくかもしれませんので、うんうん、ぜひご覧いただきたいなと思います。ありがとうございます。本当に、ね、キャラクターの紹介だけでもあと 3,40 分いけちゃうぐらいのね尺になりそうですけども、さあ続いて白石さん演じるウェンディのご紹介、白石さんお願いします。はい、こちらご覧ください。私が演じさせていただくウェンディ佐藤はですね、同じくハイカードのメンバーで21歳なんですけれども、うん、非常に真面目な子でして、もうお仕事に対しても一生懸命なので、経理兼、事務職を任されております、うん、で見た目これだけ美しいんですけれども、まあ、ちょっと残念なところもありまして、そういったところのギャップがですね非常に魅力的なキャラクターとなっております。見かけによらずメンバー一の大ぐらいだったりとかでもうお酒は絶対に飲ませるなといったもう本当に、ね、主語なんですよ、はい、そういうところも楽しみにしていただきたいですし、まあ、ハイカードのメンバーとなったきっかけがですね、まあ、父親が剣術家というところで、そこも大きな、彼女の中でのキーになってまいります。でエクスプレイングカードはラバンドピース、こちら本当にどんな能力なのか早く見てほしいですでもこれ堅物な性格で大酒飲みって何かをなんかこうひねちゃっているような感じがしますよねいやそうですね、でも本当にこう等身大の普通の女の子なんですよ、だからこう見て割とっていう話が普通の真面目な一生懸命な女の子なんですだから真面目のですって真面目だちょっとドジなところもありますけど、一生懸命その毎日を生きているっていうところにすごく心打たれますし、うんうん、見ていて視聴者さんにも結構近い感じになってくるのではないかなと思っております。うん、それぞれのキャラクターの目線でも物語を見ることができるっていうのももしかしたらそのウェンディがいい役どころなのかもしれないですよね。はい、そうですね、それぞれバックボーンがめちゃくちゃ細かく描かれているので、そちらも要チェックでございます。こうやって佐藤さんと松田さんがね、ウェンディの話を、白石さんのね、話を聞いてる時に、うんって言ってる時に、梅原さんが、うんって、ね、静かに、うんって納得されてましたけど、かなり癖のあるキャラクターだと思いますよ、ウェンディは。しかも、みんなそうなんだけども、その中でもやっぱその、まあ、話が進むにつれそのギャップというか、そういうところがすごいインパクトもあるし、だからこそすごい魅力的に見えるキャラクターだなっていうのは思いますね。ね、しかも唯一の女性キャラクター、今のところね発表されている中での女性キャラクターということでね、これからのアニメでの活躍っていうところも注目していただければと思っております。はい、お願いいたします。では最後に梅原さん演じるビジャイご紹介お願いします。こちらです。26歳ということで、まあ、他のキャラに比べたら少し年齢が高いのかなという感じで、うんうん、オールドメイト指定のシステム管理兼営業担当、植物を愛する温和な、性格で料理が得意、優秀だが合理的にものを考えすぎるため空気が読めず天然扱いされることも、クリベッジ大学で非常勤講師を務めているという感じですね。かなり頭のいい人間でして、まあ、だからこそこう、まあ、マイペースなところが結構あるので、そこが他の人たちと会話がちょっと
違う部分っていうのがちょっとでしょ。ちょっとだよね。ちょっとだな。ちょっとですよね。ちょっとだよ。ちょっとちょっとな部分なんです。多分ちょっとだよ。本当にちょっとかな。きっとちょっとだよ。そうかな。でも基本的には温和な人物なので、それは間違いない。しかも頼りになりますし、作戦中とかは結構キビキビ動いていたりするので、かなり能力としては高い方だなとは思ってます。なんか白井さん、今この5人のキャラクターそれぞれ見てると、こちらがお三方 の元気なキャラクターと、白井さんと梅原さん演じるキャラクターと、ちょっとなんか大人っぽい感じがやっぱしますよ ね, ねこちら側が頼りになる人間で、こちら側がそうでも僕もこっちなの。俺もこっちだろ。いやいや、俺も一人にそうだよ。俺も一人にそうだよ。ほら皆さん見て分かる通り、この通りでございます。いや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 、僕分かってないわ。おい、3人まとめてこるな。これはドラマ CD の発売順がちょっと良くなかったですね。まずここ3人でバカなね、シーンやっちゃったからね。ねえ、ドラマ CD のボリューム1の方では、まずはね、お三方のね、元気なにぎとしたシーンで、いやもうそれ聞いたら絶対みんなバカだよ。このシーン。まあ本当に5人それぞれのキャラクターはね、物語の中でどういうふうに関係性が生まれ、そして展開していくかというところも本当に深くご覧いただければと思っております。さあ、そしてこの仲のいい感じも、実際にアフレコも始まってるって伺ってますけど、佐藤さん、アフレコ現場って今どういう感じなんでしょう。まあ、そうですね、やっぱり今のこういうご時世も考えまして、グループ別に収録をさせていただいたりとかもするんですけども、フィンが最初は個人からというところなので、逆にフィンが一人で収録をすることもありましたし、他のメンバーだけで収録することもありましたし、結構バラバラだったりとか、逆に一緒になったりとか、そういうふうに絡みの度合いとかを見て、監督さんだったりがすごくいい配置をしてくださっているので、本当にやりやすい、お芝居がしやすい現場でお芝居させていただいておりますし、何よりも本当に和気あいあいといつもお芝居させていただいておりますので。ねえ、なんか増田さん、やっぱりもちろんキャラクターの関係性もあるんでしょうけれども、キャストの皆さん同士のこの仲の良さっていうのも、この座組のなんか良さの一つでもありそうですね。そうですね、アニメーションの収録がすごくシリアスな展開が多いんですけど、いい意味でやっぱドラマ CD からバカな収録をしてきたので、なんかこうやってみんなと共演するときに、なんか手の内をさらけ出しながらやってるような感じがして、とても楽しいですね。堀井さんも収録なかなかね、みんなで今こういうご時世もあって一緒にっていうのはないでしょうけれども、それでもこの作品に対する思いとか楽しさっていうところを、会えば今日話したりとか、そういう瞬間ってありますか？もありますし、僕個人的にその分散収録がゆえに、結構この5人でやることも多くて、他の人がいないという状況がより、なんだろう、ハイカード感というか、このなんかオールドメイド店内感みたいなものをすごく感じる、今ある種ご時世になってるので、なんかそこもそれでなんか一つのなんか利点を感じながら、やらせていただいて、作品のお話とかもしながら、そうですね。でも個人的に僕、ドラマ CD の時に、その増田さんのとあるシーンのお芝居がめちゃくちゃ面白くて、自白しますか？あれ？この男、僕のシーンが好きすぎるがゆえに、何でしょう何でしょう、収録中に本気で笑い始めて一回ストップしちゃったんですよ。収録本当に回ってて、別に笑うところの堀井さんのシーンでもないのに、はい、だってレオをやっぱ真面目に返してきますから、なのにいきなりクククククッとこれでなんか5テイク6テイクぐらい同じシーンを毎回そこで笑っちゃうから、撮り直したっていうのは僕の中ではちょっと、それは増田さんの NG ではなくて、僕は NG 全く、僕は全てのテイクで使えるテイクを出しました。いや、ただおかしいのは、本来その、僕が、本当に僕がこれはもう悪いんですけれども、笑ってしまって止めてしまったのは悪いんですけど、だったら笑ってしまったところからやり直せばいいんですよ。僕のセリフから普通は始めるところを、増田さんすごく懇切丁寧にわざわざ僕を笑かすためにもはややられてましたよね。違いますよ。シーンの再現をするために。なるほど。増田さんも笑い欲しがりにちょっと行っちゃって。一緒に収録をしてくださるので、毎回だからやり直されるたびにそこでまた笑っちゃって、僕から始めたいのに始めてくださるから、
そのたんびに、はい、笑わせに行きました。白状しちゃいましたね。笑ってくれるのがすごく嬉しくて、毎回そこからスタートしました。そんなあの光景を佐藤さん見ててどうでした？この人たち何やってんだろう。すいませんでした。ずっと片方はゲラ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 笑ってる。もう一人は監督が、いや松田さんいいですよ、大丈夫です、 OK 出てます、いや、やります、やりますよ、大丈夫です、やります、大丈夫です、やりますから、すっごい笑顔でいいんですよ。だからもうやりたくてしょうがないんだろうなっていうのを、いや後ろから見ててこの人たちいつまでやってんだろうみたいな。いや、ね、時間的に押してなかったからさ、いけるって思ってた。なるほど。いやでもそれぐらいドラマ CD 面白くて、うん、俺ちょ勘違いだったらちょっと申し訳ないので、ええ、今日ちょっと放送だからこそ、ええ、ちょっと問い詰めたいのが一件だけありまして、はい、梅原さん、はいはいはい、ドラマ CD2 で、ええ、自分なんかどこかで笑いこらえながら頑張って収録の箇所ありました？俺顔見たらめっちゃ顔笑ってんのに。ちょっと教えて。あ、なんだったかな、なんかしかも自分のセリフで自分のセリフをなんか言い間違えたんですよね。言い間違えてた？なんかテストの時にすごい言い間違えた。あ、テストの時にね。なんかなんだっけ、なんのセリフかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、なんか私は不倫したいですみたいな、なんかそんなかなりパワーワードがあったんです。全然違うこと書いてあるんですけど、なんかそう不倫って読んじゃったんですよね、テストの。梅原さんが。そうなんですよ。それが自分で壺に入っちゃって、本番の時もずっとそれが頭に。それなんか、じゃあ間違いじゃなかったんだ。そう。すげえ真面目に朗々と言ってんのに顔だけどん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 にやけ始めるから、え、梅原さん笑ってる？自分のセリフに笑ってる。でも OK だったんで、やっぱプロだなって思いました。甘です。甘でした。すいません、ちょっと話面白いですね。やってもそういうドラマ CD も、ね、含めてのこのハイカードの、ね、作品だと思うんですけど、白井さんもね、これからあのボリューム1の方ではまだまだ登場はありませんでしたけど、はい、ボリューム2の方から、うん、いよいよドラマ CD の方にも登場ということになるんですかね。そうですね、はい、ウェンディの何でしょう、あ、こういった気持ちを秘めながらこの子は過ごしているんだなっていう、うんうん、かなり本音の部分が見えてくるドラマ CD になっているなと思います。私その台本いただいた時にめちゃくちゃ面白くって、で第1弾がもうあれだけ楽しかったので私も一緒になって割とこうコミカルに、あのふざけていっていいのかなって思って収録臨んだんですけど、あ、ウェンディはそうじゃないです、もうあのなるべくぴしゃりと。なるべく。いやでもあの、まあ、ボリューム2ちょっとあの、まあ、症状がありました。僕だけちょっと別の抜き収録だったんですけど、あの、まあ、あのフィンとウェンディが絡むシーンが意外と多かったんですよ。そうですね。で、その時にもうやりたくてしょうがなかったんだろうなっていう芝居を全部つぎ込んでて、あ、そうした、あ、なるほどね、白石さんそうやりたいのか、なるほどねみたいな。もうでもやりたくてしょうがないのがいっぱい出てきちゃうんですか。出ちゃってるんで。そうか。で、俺も見てるのに、あ、なるほどね、フィンを今こうしたいのねみたいな感じがすっごいありましたね。いや、本当僕も手取ってる時、テストの時に、ええ、面白枠また来ちゃったと思って。また来ちゃった。また来ちゃったと思ったんですけど。いや、なるべく抑えたつもりなんですけどね。やっぱり出ちゃうんですね、うん、それくらいこう本が面白いですし、キャラの個性が豊かですから、うん、だからやっぱりこうやってて飽きないというか、うん、本当にこうしたい、ああしたいっていうアイデアがどんどんあの溢れ出てくる作品なんですね、うん、刺激されますね、うん、脚本ね、もうとボリューム1を聞いただけでもやっぱりあれだけ楽しいですから、もうさらにボリューム2、これからね出るボリューム2楽しみにね皆さんもねしていただければと思います、はい、さあそしてですね、あのいよいよ皆さんオープニングから気になっていたご出演者の皆さんの衣装、今日の配信のために作ったんですよね。はい、いやー、これ本当に素晴らしい衣装で、いやー、これじっくりとあの見ていきたいところなんですけれども、まずあの佐藤さん、増田さんのお二人によるスーツを作る工程も YouTube 動画の方でね、はいはい、もう公開もされているということで、本当に採寸からやっていて、増田さんは初めての採寸。初めてでした、ね、いかがでした？もうドキドキで丸裸にされたような気分ですよ。もうかなり密着しますもんね。そうですね、やっぱり自分にしか着れない自分にとって一番のスーツを作るってことなんで、うん、ある意味丸裸にされるのは当たり前というか、向こうも知りたい情報を全部知りたいわけですから、なんかそういった経験がなかったので恥ずかしかった反面、やっぱり自分にしか着れない自分だけのスーツができるっていうのは、男としてやっぱこれ以上にない誉れというか、いやー、なかな
なかないですよね。だってあの佐藤さんもあの動画の中では学生以来っておっしゃってましたけど。そうですね、本当にあの大学生の時に父親がまあ記念として作ってくれたスーツっていうのがあるんですけども、あの実家の方も父親がのスーツを着てあの出勤をするっていうことがあんまりなかったあの家だったので、あのスーツにまず着慣れないっていうところと、スーツに慣れてないっていうところから始めてすっごいぎこちない感じにはなったんですけども、実際こうね、あの皆様 の, あの出来上がったのを見たりとかすると、いや、キャラクターに寄り添ってるなっていうか、ここまでキャラクターに沿ってくれるかっていうのを本当にあの見て感 じ, あの感じて取られていただけるかなと思いますね。いや、もうアザブテイラーさんにあんなに、あの、いや、もう四十過ぎたおじさんですけど、アザブテイラーさんで仕立てるなんてないですからね。僕らでもこれ声優のある吊るしたもの既製品の9800円ですから、これ、もうね、夢にもやっぱね、ああいうところでやりたいなと思いますけど、でもそういう細部までこだわっている、衣装にこだわっているっていうのがこの作品の魅力の一つでもあるんですよね。そしてあの映像にはまだまだあの出ていないんですけれども、白井さんとか堀江さん、梅原さんもお店で採寸もね、なさったんですよね。いただきました。どうでした、実際採寸してみて。まずもうお店が本当にもう格式高すぎて、あのこんなところにっていうような場所にあったんですよ。その感じもなんかすごい、これからすごいことが始まるぞっていうワクワク感をその段階で抱きながら、まあ採寸していただいて、本当にもうシルエットが本当に綺麗に見える形で採寸していただいて、もう自分の本当体にフィットする、着た時にすごいこうスマートな、かっこよく見えるようなあのスーツ作っていただけたので、もうありがとうございます。ね、もうめちゃめちゃお似合い、後ほどあのワンショットでも、ね、じっくり拝見させていただきますけど、白井さんもこの女性のパンツルックってかっこいいですよね。うん、いや本当にどうなるんだろうって私も想像つかなかったんですけど、あのお店で採寸していただくときに私も結構緊張してて、いやどうな、あ、すいません、お願いしますみたいな感じでやってもらって、でもやっぱ女性ならではのこの体のラインとかを綺麗に見せられるように、あの作っていきますのでみたいなお話もしてくださって、ああどんな感じなんだろうと思って、実際着てみたらやっぱりこのちょっとね、女性の丈短くなっていたりだとか、そこでこう甲の美しさが出てくる、あ、アップにしていただいてありがとうございます。そのラインだとか、まあここら辺もちょっとね、キュッとあのくびれさせていただいていたりとか、若干ね、あのしてもらってたりもするので、すごくあの計算され尽くされた、こんな素敵なスーツをまさか着させていただける日が来るとは思ってもみなかったので、とても嬉しいですし、なんか気持ちが引き締まりますね。やっぱスーツってそうなりますよね。ね、シャンとしなきゃみたいなね。はい、そして梅原さんのはもう三つ揃えで、なんかベストもそうなんですよ ね, ね、僕スリーピースなので、あの一番高かったらしいですよ。単純でさ、布の量が多いよね。ベストがあるんで、一番お金かかりましたってなんか麻布の方がおっしゃってましたけど、本当に体にもう完全にフィットしてるんで、もう逆に体型変えられないというか、あ、そうですね、もう太ったら多分パツパツになっちゃうっていうか、ね、夏の美味しいもの、秋の美味しいもの、そうなんですよね。で1月のアニメじゃあこう、始まった時に同じ衣装でって言った時に、ちょっと食欲の秋を抑えなきゃいけないかもしれないですよね。そこのちょっと緊張感はありますね。まあ、でもそれだけ本当にあの貴重なね、あのアザブテイラーさんで作ったこのね、あのオーダースーツにもなるんですけれども、さあということで、お一方ずつファッションチェックをしたいと思います。じっくりね、ファンの皆様お待たせいたしました。皆さんのね、スーツをご覧いただこうと思っております。まずはですね、皆様お立ちいただいて、でカードを見せていただいて、で、全身をね撮らせていただきますんで、それではまずは佐藤さんからいきましょう。佐藤さんお願いします。はい、こんな感じかな。ふるっとふるっといいですね。カードが2枚。2枚。増田さんがすごい映ってない。失礼いたしました。じゃあ足元からちょっとじっくり見させていただきましょう。こんな感じでフィンこうかな。いや、後ろが気になる。なんでこんなことするか。ね、キャラクターを、ね、イメージしたスーツということで、詳しい、ね、色とかそういうものは YouTube の方でも、ね、はい、ご覧いただくと、いろんな、細かいことは、ね、情報が載っておりますので、ありがとうございました。はい、さあ続いて増田さんお願いします。はい、
キャラクターになりきっていただいて。そうなんです。立つ時もボタンを閉めないって、うん、こだわりがあるんですよね。確かにね、そういうことなんです、うんうんうん、動きが出ていいですよね。ありがとうございます、うん、ちゃんと本当全然違って、例えばポケットの角度とかも違うらしいですよ、はい、角度が違うんですか、うん、そうそう、出す、入れるだけじゃないんだって。お、確かに佐藤さんのはポケットのところにね、はい、上にペロペロがついてますけど、ね、増田さんのはついていない形になってるんですね。あ、もうこうやって比較すると分かりやすいね。そうですね、ですね。ちゃんと5人ちゃんとキャラクターの個性に合わせて皆さんで相談して作られてるんです、うんうん、はあ、それもぜひちょっと見ていただけると。かっこいいですね、はい、しかも生地感もね、松田さんのはちょっとはその光沢が入ってるような感じにも見えたりするんでね、はい、男前なスーツになってます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて織江さん、はい、お願いします。よ店長、よ店長、はい、めっちゃやめてくださいよ。ガチ。いや、俺はみんな無言だった時ちょっと恥ずかしかったから。気遣いか、うん、気遣い気遣い。ネイビーのあの生地の中にピンストライプの何色なんですかね。これ何色なんか、赤っぽい、赤っぽい色ですね、感じの、ね、色が入ってるんですね。シックでかっこいい、あ、ボタンもいいね。そうなんです。あ、ボタン、金ボタンになってるんですか。止めて、うん、でこの襟って言ったらいいのかな、カラーですね、襟のこの部分も、ちょっと丸みを帯びているのが特徴だそうで。本当だ、はい、柔らかい感じにやっぱり見えますよね、うん、ありがとうございます。さあそして白井さん、お願いします。おーい、照れますね。あ、袖のた、ね、ちょうどシャツも見えるようにジャケットの長さがなってるんですね、上げた時に。あれ確かさっき靴もこだわりあるって言ってましたね。あ、そうなんです。靴は私私物なんですけれども、こちらウェンディの靴がバイカラーになってて、なのでちゃんとバイカラーになってるものを探してみました。すごい、あ、すごい、はい、今回のために買われたんですか。今回のために、はい、なんかやっぱこれだけね素敵なスーツをご用意いただいているので、せっかくなら足元もね抜かりなくちゃんと揃えたいなと思って。素晴らしい、もう一社妙にですね、ぜひ領収書は制作委員会に。いやいいんですよ、いいんですいいんです。いやでもぜひスーツの方も見ていただきたいんですけど、うんうん、このちょっと若干ですけどフレアっぽく広がってるんですか。あ、この柄です、柄が、あ、柄薄いチェック模様に、ね、あ、本当だ、なってるんですよね。細かいブルーのラインが入っておりまして、しかもダブルなんですね。そうなんです。ここがこう2つの形で、ここ見てお分かりいただけると思うんですが、若干こうキュッとウエストがシェイプされてて、はい、ハイウエストな感じで、結構上の方がキュッとくびれている形になってますね。本当にみんな違うね。ねえ、そうですね。ジャケットの見本市みたいになってる。確かに。ありがとうございます。さあそして最後梅原さん、 お願いします。こちらです。一番高いスーツです。ずっと高いスーツや。スリーピースになっております。あ、ベストいいな、ね、俺ベスト好きなんよ、これ分かりますかね。はい、画面だと分かるかあれですけど、緑色なんですよね、うん、そうです、かなり深い緑色をしてますよね。のでまあ、そのアニメの方でビジュアルはもうちょっと明るい緑なんですけど、まあ、その現実に置き換えて違和感がない色というところでこの深い緑にしてくれてますね。全員の色合いは本当実際に現実でも着れる色感、質感っていうのも同時に目指したっていうのが今回の作り方らしいです。ね、今梅原さん の、 ね、袖もそのボタンが、布がかぶっている。そうなんですよ ね、 ね、 ですかね。みんなそれぞれ本当細部にまでこだわっているんですね。で、聞くところによるとキャラクターの名前が内側に刺繍でも入っているって聞きましたけど、皆さんも入って、梅原さんたちも皆さん入ってるんですか。はい、入ってます。どこだ、これか、これか、どこだ、入ってるね、内側にも右側だったんですけどね、あるんですよ。
ねえ、ああ見えますね。堀江さんのところで今はっきり見えるかな。でも本当にこういう細部まで、あ、これは内側がピンク色の生地なんですね。ねえ、可愛らしいですね。ネクタイに合わせて、まあこうやってあのアザブテイラーさんと、まあ作品の制作委員会含め、あの細かいディテールのところまでこだわったっていうところが、まあその現実の世界もアニメの世界も楽しんでいただくっていうね、この皆さんのね、思いというか制作側の力の入れようということでね、皆さん楽しんでいただければと思いますけれども、ちなみに佐藤さんがお持ちのフィンのエクスプレイングカード、あのスペードの2というのはドラマ CD のボリューム2の初回の特典にもなっているんですよね。俺のカード出そうとしてた。こちらもあのドラマ CD のボリューム2の初回特典になっているということで、欲しいという方はお早めにドラマ CD も手に入れていただければと思っております。さあ、いろいろとスーツのことをご紹介してまいりましたが、なんと今回はですね、とある方からですね、応援のイラストが届いているんです。メンズファッションイラストの第一人者、綿谷博さんからのイラスト、こちらご覧いただきましょう。メラさんに、ね、ご協力いただいてますけれども、ね、通称綿谷画伯から、ね、届いたイラストになっておりまして、綿谷画伯は1979年にデビューして以来、1950年代のアメリカを思わせる正統派のタッチと風刺的でコミカルな画風を自在に使い分けて、数々の雑誌とか書籍、広告などで活躍されている、もう本当にすごい方なんですよ。日本の、割とダンディーなあのおじさま世代とか僕の世代とかもよく見ていた雑誌にこういうあのイラストを描かれている方で、またこれまた面白いですね。マサさん、このコラボ笑っちゃいますよね。そうですね。すごいとこに声かけたな。いやーすごいですよ。巨匠も巨匠ですから。いやいや本当そうなんですよ。それに期待に応えてくれたっていうのがまあ嬉しい。だ僕たちがこうやってまあスーツっていうファクターもそうですけど、うん、はい、なんかまあ、やっぱりスーツって戦闘服なわけですよ。あ、そうですね。そういう生き様、心意気っていうのがやっぱ伝わったんじゃないかなっていう、それが結果になってこうやってコラボにつながったんじゃないかっていう、すごいなんか身が引き締まる思いですよね。いや、これはすごいですよね。しかも立ち方とかから一人一人の性格とかもよく分かる。分かる分かる。やっぱりそのキャラクターをしっかりと知った上で描いてくださっていらっしゃるんでしょうね。これ欲しいもん。オークション出します。マジそういうレベルなのよ。うん、いや本当そうなんですよ、うん、もうだから今回ね、この作品ハイカードがどれだけやっぱりいろんなファッション業界からも注目されているかということがこれで分かっていただけたかと思っております。さあ、キャラクターのファッションにもね、今後も引き続きご注目いただければと思います。以上、作品紹介のコーナーでした。さあ、ここで番組のご覧の皆様にですね、ハイカードにまつわる情報をお送りしてまいりたいと思います。まずはすでに発表になっている情報のおさらいから、佐藤さんお願いします。はい、7月25日にドラマ CD ボリューム2が発売になります。先ほどもお伝えしましたが、初回特典として僕が持っているフィンのエクスプレイングカードがついてきます。こちらですね、うんうん、はい、ぜひ早めにお予約ください。よろしくお願いします、ね、今ちょうどドラマ CD のジャケット出てますけど、むちゃむちゃかっこいいんですよね。あのそれぞれのキャラクターが能力を出しているのようなイラストにもなっているので、ぜひね、あのこちらの方も皆さんね、初回特典もついておりますので、はい、ご予約いただければと思っております。さあ、お待たせいたしました。ここからは最新情報をお送りします。はい、もうたくさんありますよ皆さん。さあ、まずはですね、視聴者の皆様をね、今かと、待ち望んでいるかと思いますんで、まずは最新のキービジュアルからご覧いただきましょう。どうぞ。おお、え、下何？これはキャストの皆さんも今初めてご覧いただいております。掃除してんの？フィン掃除させられてんだ。させられてんのじゃないの。掃除をするのは仕事なの。雑用させられてんの。雑用じゃないので、上にはね、キャラクター5人のね、イラストありますけれども、さ、下がはたまた何を意味しているのかっていうところにもなりますけれども、奥に俺たちもいる。
うまそう。いや、あれ一人一人触モニターがちょっと遠いから、ね、そうですね、あの詳しい情報はこの後ね、あのオフィシャルのホームページとかツイッターにも公開される予定でございますので、でね、うん、そこで確認しよう。そちらをね、ご覧いただければと思いますけれども、さあ、改めましてここにも書いてありますけれども、増田さん、はい、あの放送情報をご紹介していただいてよろしいですか。はい、オリジナルテレビアニメーションハイカード2023年1月からの放送が決定しました。やった、1月あと半年。いや、半年あっという間ですね。そうです、あと半年、早く半年、もう半年になりました。2023年の1月からということで、皆さんね、こちらお楽しみになさってください。さあ、それだけではございません。なんと出来たてほやほやの最新 PV もご用意しました。それも見てねえんだよ、ね、これマジ見てないんですよね。ご覧になってないですか。ご覧になってない。キャストの皆さんも、そして番組をご覧の皆さんも一緒になって興奮してご覧いただきましょう。ではどうぞ。こちらはエクスプレイングカードと呼ばれるものです。ただのカードではございません。それらは特殊な能力を有しているのです。私だ、ハイカードを集めろ。なんであいつらみんな俺と同じカード。俺のはカロリーズハイ、プレイ中の俺は不死身の色男なの。まったく世話の焼ける部下どもだ。ダイヤの10にスペードの2がついてきたと思えばラッキーじゃない。そんなピンチになってる時点で活躍したと言えるのでしょうか。ビギナーズラックってさ、本当にあるんだよな。もうワンゲームベッドだ。プレイネオニューナンバー。最新 PV ご覧いただきました。佐藤さん、いかがですか。ああ、俺かっこいいや。ネオニューナム超かっこいいや。俺超否定しない。あの瞬間もう一回見たいですね。プレイネオニューナムって言った瞬間の、あの手首からバーッと入ってくる瞬間と、そのね、拳銃を撃つ瞬間、はい、すっごいかっこよかったので、もう一回見たいですね。ちょっともう一回見ません。これは見れないの。リプレイはね、今できる環境にはないそうなんで、終わった後とか、終わった後にこれ配信があるのかな。なので、終わった後にあの公式サイトをご覧いただくと何度でも見ることができます。本当良かったです、はい、なのでね、もう一回あのシーン見たいっていうところはね、ぜひね、見ていただきたいと思いますけれども、さあ、このね、 PV の中でも新キャラクターの情報も発表されましたということで、喋ってた。改めましてご紹介しましょう、バーナード・シモンズ役を山地和弘さん、そしてセオドール・コンスタンティン・ピノクル役を小野大輔さんが担当されます。もうこの時点ですごい、あの豪華なメンバーなんですけども、まあ、まだ言えないんですけど、もっともっとすごいメンバーが出てきます、この先ね。このバーナード・シモンズは、ハイカードのお目付け役として、ピノクル社オールドメイド支店に派遣された事務職員というね、事務職員、さて事務職員という仕事からで、どういったことを日常するのか分かりませんけれども、そして、セオドル・コンスタンティン・ピノクル役の小野大輔さん、 CV は小野大輔さんですけれども、伝統と格式を重んじるピノクルの CEO にして、ハイカードのボスということなので、うん、コンスタンティン・ピノクル、聞いたことがあるぞ、ね、あれ、コンスタンティン・ピノクルって聞いたことがあるぞ、あれ。まあ、下に書いてありましたからね。ね、キャラクターのそれぞれの関係性というところも、引き続きね、公式からいろいろ情報を出していきますので、そこもね、ご覧いただければと思っております。さあ、そしてですね、お二人からのメッセージもいただいておりますので、ご紹介しましょう。山地さんからこちらのメッセージです。全く先の読めない展開、果たしてバーナードいいやつなのか悪いやつなのか、ぜひご覧いただいてお楽しみください。そして小野大輔さんからはこんなメッセージです。不確定要素が多くて先の読めないストーリー、ハイリスクハイリターンは役者としては燃えるしかないテーマ、
覚悟を決めてこのギャンブルに挑みたいと思いますとメッセージを寄せていただきました。ありがとうございます。さあ新キャラのねこういう発表もありましてがぜんね放送が楽しみになってまいりましたけれども最新情報まだまだ続きます。続いては主題歌情報を堀江さんからご紹介していただきましょう。お願いします。はい、かしこまりました。オープニングテーマは5ニューオールドのトリックスターに決定しました。ね、こちらの、5ニューオールドの皆さんなんですけれどもなんと番組をご覧の皆様にですね5ニューオールドの皆さんからビデオメッセージもいただいておりますのでご覧いただきましょう。どうぞ。皆さんどうも5ニューオールドです。今回僕たちが、ハイカードのオープニング主題歌を、書き下ろしで担当させていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、曲のタイトルがトリックスターということで、ね、早速初回のティーザーで、見ていただいて、ね、聞いていただいて、ね、映像とマッチした、はい、楽曲を聴いていただいたと思ったんですけど、ね、どうでしたか。まあ俺らも最初見た時めちゃくちゃテンション上がりましたね。なんといっても5ニューオールドにとってこのハイカードのねえね、このオープニングタイアップっていうのが初のアニメタイアップなので、うん、はい、すごく僕たちももう気合たっぷりにやらせていただいたんですけれども、はい、まあね気合入りすぎちゃって本当最初どんな曲書けばいいんだろうって、ね、もう何曲書いたかってめちゃめちゃ書いたなそうそう。でもなんか最終的には本当にスタッフさんの皆さんの愛情の中で、うん、結構勝手にというかやりたいことを思いっきりやらせていただいた楽曲になったので、はい、まあすごく自信のある一曲ができたなと思います、はい、ハイカードってなんかポーカーの役なしっていう意味らしいんですけど、うん、まあなんかちょっとそういうカードのフレーズというかそういうものも楽曲の中に織り交ぜていたり、あとはねカードゲームやるときってやっぱ山札から引くときに何が出てくるかわからないみたいなのもあるので、うん、今回はね映像の中ではサビの部分だけなんですけど全編聴いてもらうと多分マジでトランプが食ってるぐらいもう何が来るか分かんないみたいな、うん、結構そういうスリリングな曲にもなっているので、はいはいはい、ぜひ、1月来年ですね、うん、2023年の1月からの放送をぜひ楽しみにしていただき、そして、僕たちトリックスターの、ね、前編の方もぜひ楽しみにしていただければなと思います、はい、ということで以上ファイブニュートでした。ねえ、ファイブニューオールドの皆さんありがとうございました。佐藤さん、こうやってねメッセージいただけた嬉しいですね。プレイネオニューナンブやってくれたの超嬉しいですね。そうでしたね。すっごい嬉しかったですし、まずファイブっていうところでちょうどハイカード我々5人っていうところ、なんかでも不思議なご縁あってつながりがあるのもすごいなんか個人的にはニヤニヤしてしまいますし、ぜひ聞いていただきたいと思いますので皆さんぜひ応援どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ最新情報どんどんいきましょう。続いてはですね、ノベライズ情報、白井さんお願いします。はい、かしこまりました。ハイカードのノベライズ化決定いたしました。はい、こちらはですね8月9日発売の月刊ニュータイプにて連載開始となります。タイトルはハイカードダイヤの7ネバーノーダラーズ。ハイカードのリーダーレオが主人公となるアニメ本編の前日譚となります。小説を武野ひかるさん、イラストをエビモさんが手掛けます。楽しみですね。ねえ、本当にいろんな展開があるというところもこの作品の魅力かと思います。さあレオが主人公になるということで堀江さん、こちらも楽しみですね。そうですね、フィンじゃなくレオっていうところがすごくワクワクしますし、先ほどもちょっと言ったんですけれども、こう高飛車で結構細やかな面もあるんですけど、はい、実はその裏に隠された暗い部分とかを持っている子なので、そういった部分も描かれるのかなとか、どういう面一面が描かれるのか。で、コンスタンティン・ピノクルつながりで先ほど小野大輔さんが担当されるキャラクターも発表されましたけど、はい、その人たちとの関わりとかもつながりとかもどういう風に描かれているのかなとか、いろいろ気になるノベライズだなと思いました。ね、本当にアニメの本編だけじゃなくてノベライズとかいろんなところでこの作品のキャラクターの側面がどん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 広がってくるっていうのはハイカードの魅力ですよね。さあそしてコミカライズ情報があります。梅原さんお願いします。はい、ハイカードコミカライズ化決定です。
8月31日より漫画アプリ漫画アップで連載開始、うん、タイトルはハイカードダイヤの9ノーマーシー、ダイヤの9のカードがキーとなるアニメ本編のサイドストーリーとなっております。原作を川本穂村さん、作画を海老茂さんが手掛けます。いやー、増田さん本当にこれコミカライズまで行くってなるともういろんな媒体で楽しむことができますね。そうですけど、ダイヤの9、おっとまたこれ、ね、なんか急な情報じゃない？なんか能力もわからない、うん、そして初めて聞いたダイヤの9、うん、誰か何をフューチャーしてるのかがまだわからない、うんうん、これはなかなか謎な新情報ですね、いや俺主役かと思ったのになんでそっちなんか順番があるんかなと思って、ね、あ俺来て、レオ来て、まあ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 一個飛ばしても前かなと思ってそんでもってそろそろ来るかなと思ったらコミカライズかと思ったら二人ごめんなと思ったらあれ、あれ絵にはいたんで出るとは思うんですけど、ね、メインですしね。そういった意味でも、ええ、どういうふうにこのアニメまで、はい、作品のこの裾じゃないですけど、ええ、様式の広げ方、どうやって僕らを楽しませてくれるのかめちゃくちゃ興味あります。いや本当にね、ファンの皆さんもそう思ってらっしゃいますよ。そしてどんなキャラクターたちがこの5人と絡んでくるのかっていうところも、そのノベライズだったりコミカライズのところで明らかになってくるんじゃないでしょうか。私何も知りませんよ、じゃないでしょうかと思っております。楽しみですね。さあということで最後に商品情報を佐藤さんお願いします。はい、それではちょっと発表させていただきます。はい、ね、ドラマ CD ボリューム2の発売日4月29日に合わせてジャケットイラストを使用した商品の発売が決定しました。これも決定です。決定です、缶バッジやチャーム、アクリルスタンド、ステッカーなどなどございますので、うん、こちら要チェックということでございます。ねえ、白井さんやっぱ可愛いですね。おしゃれですよね、すごく。うん、靴あるよ靴、うんうん、ハイカードのやっぱ一つの魅力としてすごくおしゃれなところがあるなと思うので、うんうん、こうしたグッズとかも今後さらにさらに発売楽しみになってきますよね。本当だ、確かに増田さんがおっしゃった通り一番右側の、ねね、チャームがね、靴にトランプと靴ですよね。靴っていうなかなか靴だけをこういうグッズにするってないですもんね。ね、ぜひね7月の29日発売ということですので、こちらもね、合わせてご購入いただいて作品を一緒に楽しんでいただければと思っております。うん、今日ご紹介しました最新情報の詳細につきましては公式のホームページや公式のツイッター、こちらの方にも、今後掲載してまいりますので合わせてご覧になってください。以上最新情報をお送りしました。さあ情報盛りだくさんでお送りした後はここで皆さんにバラエティ企画を楽しんでいただきたいと思います。急ですけどね。題して運気をチェックトランプ占い。さあ、まあ、作品がトランプになっているということですので、誰にでも簡単にできる占いをね、トランプを使ってやってまいりたいと思います。番組をご覧の皆様ももしね家にトランプがあればトランプを用意していただいて、キャストの皆さんとともに一緒に楽しんでいただければと思っております。さあ、キャストの皆様後ろの方にですね、はい、トランプがありますのでそちらをご用意ください。はい、でこのハイカードに登場するエクスプレインカードはマークと数字によって異能力を宿しています。スペードは武器を出現する能力、ハートは自身の肉体を変化する能力、ダイヤは独自の性質を持った能力、そしてクラブは自然物を操る能力ということになっておりまして、まあ、それぞれの性質があります。で、占いのタロットカードというのももともとはこのトランプが元になっているとも言われておりますので、まあ、今回はねそのトランプを使った占いということに皆さん挑戦していただきたいと思います。はい、でお手元にはジョーカーを除くトランプをご用意させていただきました。でこれをですねまず皆さん思い思いにシャッフルを、ね、していただきたいと思います。うんね、自然にやってもいいですし、キャラになりきってシャッフルしてでもいいですし、キャラになりきって、ね、番組をご覧の皆さんもぜひね、カードをよくシャッフルしてみてください。ジョーカーは覗いてくださいね。できるかな、あれできるかな、
え、うまい。おお、おお、佐藤さんが。ちょっと待って、あ、それです。いや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 、2つに割ってね、バラバラバラって、かっこよくやりましたけど、ちょっとね、乱れてしまいましたね。ここに折れちゃうよ。もう普通にします。はい、やだ。さあ皆さんね、シャッフルしていただけたんじゃないでしょうか。さあそこでお姉さん、梅原さんもボロ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 で体がこぼれてしまいますけれども、さあここでルールをご紹介しましょう、はい。まあ、このようにトランプをまずシャッフルしていただきます。そして今日の日付、月と日、足した数字、今日は7月6日なので、はい、13番目のカードを1枚引いていただきます、はい。上から13番目のカードを引いてください。そして出たカードのマークと数字で占っていきたいと思います。はい、ではね、キャスト皆さんね、上から13番目を取ってください。番組をご覧の皆さんも13番目のカードをね、引いてみてくださいね。13、13、5、6、7、8で出たカードのマークと数字で占ってまいりたいと思います。3番目のカードですね。15番目落ちちゃいました。大丈夫ですか？13、はい、大丈夫です。はい、じゃあ13番目だけを持っていただいて、はい、あとは残りはじゃあ後ろの方に戻していただきましょうか。はい、はい。さあでは一斉に皆さんが何を引いたかお出しください。どうぞ。はい、佐藤さんがこれはダイヤの5、そして増田さんが、クラブの9、そして堀江さんがクラブの6で、白石さんがクラブの10、そして梅原さんがハートのキングということで、さあ占いの結果どういうことなのか、こちらご覧いただきましょう。どうぞ。それぞれのカードのマークが運勢を表していきます。はいはいはい。でスペードの場合は健康運、クラブの場合は仕事運、ダイヤの場合は金運、ハートの場合は対人運で、数字がそれぞれのレベルになっていきます。エースが一番運勢が高く、2が運勢が低いということですので、さあこのルールをご覧いただいた上で、はい、佐藤さん、やっぱり僕が一番弱いっていう運命は変わらないっていうことなんですかね。スペードの2引いたりとかも。そうですね、これはあのダイヤの5なので、金運が、まあ、やや運がない。いや相当ないよ。金運にややちょっとご縁がまだ遠いかな。そうだな、最近は家のトイレ壊れたりとかしたから。あー出費。この後宝くじ買いに行こうよ。やだよ。この人いつもギャンブルやれってギャンブル言ってくるんだよ現場で。そうか、 みんなでギャンブルやろうぜ。やだよ、俺負けるんだよ。5人で。そういうことで、佐藤さんはね、これからね金運が上がることを願ってね、はい、これからあのいろいろとギャンブルね挑戦していただければと思いますけど。さあ続いて増田さんは、はい、増田さんはこれはクラブ仕事運が9ということなので、うん、今頑張っている、普通よりやや上ということなので、やや上向き、上向き傾向にあるとですよね。右肩上がりですよね、うん、右肩上がり、今上がってる最中です。イエーイ。仕事運がね上がっている最中ということなので、はい、半年後の、アニメのこうね初日始まった時にはさらにグググッと上がってますよね。だからこれ合ってますよ。合ってますか。だってハイカードの放送でこうやって楽しく皆さんに情報を伝えられてる、うん、これ、はい、合ってます。合ってます合ってます、ね、上がり上司ということで。さあそして堀江さんは、そうですね、僕クラブの6、クラブの6ということで、仕事運、仕事、そうですね、6ですか。普通普通なんだ。あ、だから普通って素晴らしいことなんですよ。普通って素晴らしいことですか。そうですよ、やっぱり、ね、もうかもなく不可もなく、その普通を維持するってどんだけ大変なことやるの。あ、なるほどね、維持って大変ですもんね。そうなんですよ。そうですよ、一回人を知るともう帰ってこれないですよ。怖い怖い怖い。ニコニコだ。おっとこ、おっとこ。ほっといきましょう。怖い怖い。耳傾けちゃいけない。ね、まあこうやってとあくまでねトランプ占いのね結果なので、まあそれをまあ参考にしながらこれからもね、うん、楽しんでいただければと思っております。さあそして白石さんは、
このお二人が続いた後にちょっと出しづらいんですけれども。こちらです。はい、ということでクラブの10、仕事運が10ということなので、もうかなり今いいところ行ってますね。マウント取られてる。マウント取られてる。ただの上位互換だよ。1位多い。実際どうですかご自身は。どうですか。俺よりも右肩上がりかな。肩の上かなって話したよ。それ自分。マスターさんよりも仕事決まってるなって話だよ。それはもうベストもございませんが、やっぱりね、あのハイカードのアフレコ始まっておりますので、これからやっぱり出番が来たら、あの、うん、いいお芝居をきちんと載せられるんじゃないかなと思います。なるほどね、うまくまとめていただいてありがとうございます。ちょっと前半ざわつきましたからね。勝つ方法ねえのか。さあ、そして最後梅原さんのカードをもう一度ご覧いただきましょう。強すぎる。キング、キング、これはハート対人運がキングということなので、まあ、エースが一番上なんですけど、上から2番目ということで、まあ、対人運もバッチリってことですね。でもこれ今現状でキングってことですよね。はい。このからもうずっとキングっすよ。ね、一人でもキングいるってことは、我々やっぱりチームの中でからこそ出たっていうことじゃないですか。そういうこと。まとめてくださっている。あざっす。あざっす。俺たちに出会えたことがキング。そう、素晴らしい。俺らはキングだ。イエーイ。これキングか。これキングですよ。イエーイ。まだ当たってないみたいです。何にも響いてないです。なんかちょっと梅原さん、うんって感じになってますけど、まだでもその上にはエースがありますからね。半年後にはエースになってるかもしれないですね。ね、ぜひあの下の方に行かないようにね、ぜひチームワーク、ね、最高にどん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 対人関係盛り上げていただいて、ね、あのまた半年後にこの占いやった時にはみんながキング、エースでね、取れるようなね、占いになってると面白いかもしれません。皆さんもぜひね、あのご覧いただいて、実際あのこういうふうに友達とハイカードでやってたよっていうのをね、あの楽しんでいただければと思っております。はい、ということで以上、運気をチェックトランプ占いでした。さあ、いろんなね、最後のお楽しみコーナーもありながらお送りしてまいりましたけれども、オリジナルテレビアニメーションのハイカードピノクルシャーオールドメイド視点の新情報発表会、エンディングのお時間となってしまいました。さあ、佐藤さん、いかがでしたか、はい、こういうこのテレビアニメシリーズでのこのキャストの皆さん集まってのこういう配信は。まあそうですね、やっぱりこうスーツをまず着させていただいて、うん、こうやって生配信させていただくっていうことがまず経験がなかったので、ちょっと緊張してあのナレーション噛んじゃったりとかいろいろ混じっててもあったんですけども、でもなんかあのこの5人でやれたことっていうのがすごいやっぱり これからもっともっと頑張っていくぞっていう風なあの、ね、決意にもなりましたし、うん、あの皆さんに新情報、僕らも新情報を初めて知った情報もいっぱいありますから、あのその情報に追いついて、そしてこれからももっともっとハイカードを盛り上げていけるように、みんなであの僕らだけじゃありません、スタッフさん皆さんの力もお借りし、ファンの皆様の力もお借りし、みんなで頑張っていきたいと思いますので、応援のほどどうぞよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。やっぱこうあの配信で新しい情報が増田さんど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 ん出てくると、はい、キャストの皆さんも知らないことが多いから、はい、さらに作品の愛というか深まってきますよね。早く放送終わった後に新ビジュアルをちゃんと見たいんですよ、ね、はい、なんで早く終わりましょう。早く終わりたい。先ほどモニターがちっちゃかったからね、ちょっと巻きで、ちょっとさっきだとピンしか俺ら見つけられなかったんで、どこかに俺はいるはずだっていうことを信じてみたいんですよ。あの多分皆さん、番組をご覧の皆さんは番組を見ながら多分ね、あのいろいろ見ていらっしゃるかと思いますけれども、はい、ぜひご覧いただいて、また感想とかね、あのいろいろツイッターとかでね、あの出していただければと思っております。お願いします。さあ、では最後にですね、番組をご視聴の皆様にですね、お一言ずつメッセージをいただければと思っております。まずは梅原さんからお願いします。はい、そうですね、今日の放送を通じて、ハイカードへの期待値めちゃくちゃ上がってると思いますが、きっとそれに応えられる作品になっていると思いますので、まあ、来年の1月ですか、放送しますので、それまでその熱量を持ち続けて、ぜひ放送を待っていてほしいなと思っております。今日はありがとうございました。
では白石さんお願いします。はい、本日は最後までご覧いただきありがとうございました。私もあのハイカードのこういった生放送に出演させていただくのは初めてだったのですごくドキドキしていましたし、このスーツもね初お披露目ということで、あの緊張はしていたんですけれども本当に楽しい時間でした。嬉しい情報、あの新しい情報をたくさん皆さんに今日お知らせすることができてとても嬉しかったですし、あのよりねキャラクターの魅力だったりとかも今日皆さんにきっと伝わっているかなと思いますので、ぜひあの今後コミカライズそしてノベライズ、アニメの方、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらと思います。応援よろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。では堀江さんお願いします。はい、改めまして本日は本当に最後までご覧いただきありがとうございました。今回の放送を通して僕自身も一ユーザーとしてこのハイカードの今後の展開がすごく楽しみになる内容だったなと思いました。先ほど出た PV もそうですし新規ビジュアルとかも何どれを一つ撮ってもすごくスタイリッシュでおしゃれで、あのアニメもどんな風に彼らが動いてどんな風に活躍するんだろうっていう期待値も高まりましたし、あのまずはそうですねこの後だとドラマ CD のボリューム2とかも出てきますので、あの引き続き放送来年放送1月の放送まであのそういったものを摂取していただきながらあの期待値をどんどん膨らませてあのオンエアを迎えていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。では増田さんお願いします。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。男前とその他4人でお送りするハードボイルドの最高なアニメになっています。ぜひとも楽しんでください。今日はありがとうございました。では最後に佐藤さんお願いします。はい、改めましてフィン・オールドマン役の佐藤源です。この作品本当にスタイリッシュな作品になっていますし、あの何よりもアニメを見たことがないよという人にもぜひ見てほしい作品になっても、おります。あの例えば洋画だったりとか見たことあるけど、うん、アニメは見たことがないっていうリンクがすごいあるんですよ。言葉のテンポの軽さだったりとかキャラクターの個性の豊かさだったりとか、そういったところで自分の推しキャラだったりとか自分だったらどんなカードがいいかなっていうのもぜひ見つけていただきたいと思いますし、まだまだね収録中なので僕はあのこのねお守りの俺なら大丈夫スペードの2カードと一緒にあのお財布に入れてお守りとして頑張って最後まであの頑張っていきたいと思いますので、あのどうぞ応援のほどよろしくお願いします。そしてまた生放送ぜひやりましょう。その時にはこれ視聴者プレゼントとかにしますぜひですので、それまでお守りに大事に持っとくので、あの皆さんもぜひ応援してください。よろしくお願いします。佐藤さんありがとうございました。ぜひね番組をご覧の皆さん2023年の1月の放送でそれまでにはねいろいろなの関連ね情報もありますんで、そちらもお楽しみになさっていただければと思っております。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。そしてキャストの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。